すっぱだかで街中を疾走した有名人って誰？1973年にアメリカで流行したストリーキング。ストリーキングとは辞書によると、街中や公園といった公共の場を全裸で走り回ること、あるいは疾走することを意味する言葉。主に度胸試しや自己顕示を目的として行われることが多く、逮捕されることもあるという点で、裸体主義者とは区別される。アメリカで流行っていたストリーキングが、ついに1974年に日本にも現れ、その年の流行語にもなりました。石丸健二郎さんは1974年に日本で初めてストリーキングを刊行したと自称しており、ストリークと怒鳴りながら東京原宿を走ったといいます。そしてあのねのねの2人も番組の生放送前に実際にストリーキングを刊行し、日本放送局舎の周りを全裸で走り回ったことがありました。この年は沖縄、広島、東京や後楽園球場の巨人対中日戦にも全裸の男が出現しました。何でもありの昭和の出来事でした。